ということで、今から実家に向かっております。予想到着時間が5時頃かな、予定です。でも多分どっかで休んだりなんかあれしたりこれしたりするんで、そんな5時には着けないと思います。6時頃着ければいいかなみたいな気ではいます。久しぶりにね、またねストレートに乗ってるんですけれども、3週間ぶりぐらいになるのかな、もうね、ちょっとねこの頃ね、このジョッキーシートでね今鳴らしてますのでね、てかねめちゃね暑いってもう冬の装いでね出てきたらねめちゃくちゃ暑いです。本当にもうね勘弁してくださいっていう感じぐらい暑いですね。今日ね今からね雨が降るいうね予報になってるんで、カッパを今下はねカッパ着てますで、上もねまあ冬用のその、まあ、防寒とまあカッパと兼用みたいなやつを着てるんでめちゃくちゃね暑いって思わせかってます。本当ね暑いですでね、暑いけどまあ寒いよりはねいいんでね、一応このままこれ本当ね風邪行くんじゃねえかなとか思うぐらい、そのなんかな今ねお風呂上がりみたいな冷えて風邪行くみたいな感じになるかもしれません。ね、まあ言うてもね、まあのんびりとね帰る予定にしておりますので、つうてもねこう夜中ですからね、これ見どころもないでしょうから、まあ、とりあえずね今から帰りますというねお知らせだけね、言うてもここ止まっとるないかいって感じですけど、相変わらずねキルスイッチはね押しましたウインカー出すつもりで、キルスイッチは押しました、間違いなく1回やりましたので、まあ、2回目のないようにね気をつけていきたいと思います。ということで、次はどこなんかな、どっかでまたまあこれからはねちょっとねストイックに走っていきたいと思いますので、またね、途中向こうでどっか行くのかな、まあ、まだちょっと未定なんですけども、まあ、帰りはねいつもと同じようなことなんで、まあねあれです、まあね楽しく行ってきます。まあ雨に打たれながらも行ってきますので、まあ、気をつけて安全運転をね、心がけて行っていきたいと思います。はい、ということでとりあえずご報告でした、おはようございます。元崎チャンネルレジスタのランですまあいいかこれは、今ね、このね来島海峡の、なんかな来島海峡のサービスエリアで、ちょっと休憩しました。一回ね休憩をするとねなかなか動けなくなるんでしばらくこれ休憩しました。まあご覧の通りねすごいねここねわかりますかね、もう霧がビヨーンとね出てて、まあ雨はね、まあ、霧雨っていうのかな、ほんと霧だから霧雨みたいな感じなんだけど、まあそんな感じです。まあね無事に、ことが進んでおりますので、あともう少しね、気をつけてねまた進んでいきたいと思います。霧がすごいぞっていうことだけお伝えして、またね、進んでいきたいと思います。で今からね南予の方に向かっていくと、雨がねすごい降り降りみたいな感じです。今から雨に向かって特攻してきます。気をつけてね前が霧でね前が見えないのちょっとね大変なんですけども、まあ一応しっかりね準備していきたいと思います。それではまた霧の中からお届けいたしました。はい、ということで夜も明けましたもうすぐね実家の方に到着します。今はね西予市ですね、ここはもう同じ今から補欠トンネルをね通って通ってっていうか、まあ補欠トンネルを抜けると和歌がバーン、浜津湾、白浦湾とがこうね眼下に見えるはずです。まあ今日はね途中まあ雨ですかね、途中は雨が降って、まあ雨っていうかまあ土砂の程度の雨だったんで、防寒のためもあるんで、防寒を
はい、いいです。まあまあまあ、とりあえずここら辺で一回終わりたいと思います。